城島城は福岡県久留米市に存在した日本の城。10世紀頃、城島に勢力を持った城島市はこの地に小さな城管を持っていたが、やがて同士は城島の中心部を離れ、北条市が城島に本拠を構えた。その北条市が阿賀津間郡金松城へ移住すると、16世紀の終わりに西村氏がここに本格的な城塞、城島城を築いた。 筑後川左岸の自然堤防上に位置し、対岸は非全国になる。本丸は38軒四方で周囲に堀井が巡り、その外側に東西48軒、南北32軒の二の丸があった。二の丸や三つの矢倉なども、さらに川や堀井で囲まれる構造であった。天正11年に西村信介家地下が東条を築城し、精神上より居城を移した。 西村家地下が城島城を築城したと記した資料もあるが、佐賀藩西村家図には当時の西村家当主は家地下とあり、家地下が築城したと考える方が正しいと思われる。ちなみに同系図では家地下は家地下の祖父、陳ゆたの弟である。当時西村氏は佐賀の竜造寺氏に属していたが、天正十二年竜造寺氏の当主竜造寺高信が、 島原半島、沖田縄手の戦いで、島津市、有馬市連合軍と戦って廃止したので、筑後の雲行きは一気に怪しくなった。文後の大友総林はこれを潜在一宮の後期と、捉え、湿地回復を目指して、田原親や、田原親森を対象に7000の軍勢を文後から、猛将、立花同説、高橋将雲が率いる軍勢4500を、筑前から、 それぞれ筑後へ進行させてくる。天正十二年八月二十八日、上寺魔城も大友軍の攻撃を受けた。筑後国史によると、西村信介家地は、弟の新江門川に、いかに戦国の世とはいえ、昨日までの味方が、島津や大友にこびてその手先となるは、悔しき次第。今こそ、不義の賊どもを滅ぼし、これが叶わなければ、潔く死んで、 忠義の重さを天下に示さんと言ったという。すると、弟は、大勢の通り、この一戦を戦うは、部門の妙りにつきますと答え、一族、頭三百機を指揮して、弓、鉄砲を打ちかけ、薙刀、槍の喫先を揃えて、大勢の敵の中へ分け入って、火花を散らして戦った。大友方は同説が、一族の立花重金を将として八百の、 別動隊を率いて坂東寺に入り城島城を攻めた。立花勢は、重金以下、竹坂明氏と、安倍親、常らが優先して数人も打ち取ったが、城主、西武田家地下と西武武は兄弟の率いる城兵の激しい抵抗にあった。立花勢は劣勢で、同説は味方の危機を救うため、増援部隊を送ったが、そこへ、流像寺政家の延兵が到着したので、 100余りの死傷者を出して、宝山へ撤退した。立花勢の大将、と自衛門太夫も、この時戦死したと多くの書物が記しているが、異説もある。西牟田兄弟の武勇と上島城の堅固差は、九州に響いたという。しかしよく天正14年、今度は、九州統一を目指す島津市3万の軍勢が北上、上島城も、猛攻撃を受けた。 西無田勢はこれを不正で戦ったが、ついに落城し、西無田兄弟も野因に紛れ、非善に落ちたという。ここに、400年続いた西無田氏による、西無田支配は終焉することとなる。その後天正15年の九州国分で、東条は立花宗主の所領に入り、家臣、小物増事が城代に任命されている。慶長6年には田中義政が、 地後一国を受領し、家臣の宮川戸丸が東城の城代となった。その後、元奈元年の一国一条例で廃城となった。廃城後、石垣や石材、材木などが、久留米城の集築に利用されたという。現在、跡地には、天馬神社や城島町立城島小学校が建っている。明治期まで堀が残っていたが、1912年に、 城島小学校の運動場を拡張した際に埋められたため現存する意向はない。ありがとうございます。